はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。クロノア、死神、そしてトラゾウ。前回からのあらすじ。ペイントの企画でダイヤモンドのピッケをロストしてしまった。いろいろ考えたら近くにマグマもあったし、もう待ち向かってくれよ。でも結果はその後の洞窟探索でめちゃくちゃダイヤモンド手に入れちゃった。ついでに黒曜石を掘ってネザーゲートを出すじゃ。そして今回とうとうネザーに。もうみんな準備はできてんの？あ、待って、あのね、盾を作りたいんだよね。あ、そうでしたね。なんかチェストの中に入ってたやつ。みんながね、ネザーに向けての準備の時に、じゃあちょっと面白い話しようかな。面白い話。昨日ね、あ、完成しました。盾ここにつければいいの？お、すげえ！オーマイガー！いくよ、打つよ。はい。すごいでしょ。しかも確か、はい、これはデザインも変えられたはず。え、何それ？旗っていうのと盾を一緒にその合体させると、まずお前の盾が死んだ。旗知ってた？旗って知ってた？旗って何ですか？俺ら旗知らないからお前。お前なんか旗があることはもう当たり前のように言ってるけど、日常それ通じないからね。ちなみに旗の作り方を知ってるんですか、トラドーさん？全く知らないですね。だからさ、じゃあみんなが作ってる間に、じゃあ僕の面白い話をね、はい、今日しましょうかね。実はね、昨日ね、ちょっとね、まあ、地元の知り合いの人と一緒にね、こう飲みに行く機会があったんですけど、その人が言ってたわけですよ。最近ちょ雨降ったな、雨の音うるせえな。雨の音その友達が言ったんですよ。最近俺女の子にモテすぎてほんとやばいわって。で、僕がその人に言ってあげたわけです。おい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 、それは冗談にもほどガールだぞってね。何一人薬としてない。いや、面白いでしょ、めっちゃ。本当に冗談。いや、まあ、それが面白いと思うんだったら面白いのかもしれない、ペイントの中では。じゃあ、行くか。そうだね、いいよ。じゃあもう一回火をつけるかね。はい、俺が勝手に作ったあのビートルート教団の教祖は私がね。勝手にツイッターのアカウント作ってね、本当に。なんかさ、そうなんだよ、なんかトラゾーさ、ビートルートのさ、ビートルート教のツイッターアカウント作ってましたよね。ペイントさん通してない。僕知らなかったよ。ペイントさんに許可取ったんだろ。いやいやいや、何も聞いてない、聞いてない。だって俺も昨日知ったわ。いやいや、俺マジで何も知らなくて、で、トラゾーがリツイートしてそれを、あ、こんなの作ったんだって。中身はトラゾーですって説明文に書いてあってさ。盛り上がりましたね、撮影前にね。あれ許可取ってるはず。許可取ってないですからね。いや、全然いいですよ。まあ、皆さんもね、ビートルート教に入りたい方は、まあ、ぜひ検索してビートルート教のツイッターアカウントをフォローしてあげてください。はい、俺撮影の時縦邪魔だから縦いいわ。はい、あ、どうせ俺後ろにいるしね。守りますよ、ペインターさんのことを。任せ、ま、頼むわ、マジで。行くぜ。いの一番に見捨てそう。中ですね。あ、これネザークォーツってやつだろ、お前知ってるぞ。知ってっか、お前ネザークォーツ。何に使うんですか？これはな、あの武器が作れる。へぇ、そうなんだ。剣作れますよ。これ別にね、日常終わりの頃も あった要素ですよね、一応。ま、剣作れっていうのはまあ嘘だけど。え、なんで嘘つくの？剣作れないもん。トラゾー分かってたのに黙ってんの。分かってんのに黙ってんの。ひどいよ。いや、鉄ピッケルだとなんか掘りすぎちゃってさ。あ、ダイヤの、あ、ダイヤのピッケル渡してもらった。違う。そういう、もっと掘りすぎちゃう、それ。まず横に一回進んでみましょう。はい、これこっちになんかある気がするんだよね。まあ、前回もダイヤを見つけた男ですから、
パッとね持ってる男だから持ってる男で、まあ、そう持ってる男なんで今回はね見つけますよ。ネザー見つけもうこう出た瞬間に砦っていうかあのダンジョンありますからネザーの一応さネザーの目的は何なの。あそうだね欲しいネザーの目的なるほどそれは考えてなかったですね盲点そこはもうそこは盲点やられなるほどじゃねえよなるほどじゃねえよとりあえずネザーのネザーを満喫するあグローストーンがありますよ。おお生グローストーン久々に見た。あそのグローストーンの先にあこれああこれ本当にちゃんとおっと道が道があ出ましたよ外うわここ怖いここ落ちたら怖いなおいちょっとやめろよ落ちるのやめろってマジほんと死神くんマジ落ちるのやめろほんとにやめろって待って、ね、死神くん聞いてまだね上がりきってないテンションがねえねえあれやばいあれやばいあのさ砂利のやつ壊したらめっちゃ落ちるんじゃねえそこそこあのあそこだよあれわかる？分かる？あれ遊びたあれで俺怖いんだよね俺こうやってやんのこうやって置くの俺怖いんだよえ待ってなんだいえ何あれあのブロックどれだ下にあるのちょっとカスタ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 危ない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 あれ縦とかで跳ね返せない？どうだ？縦で跳ね返せんの？構えて。うわあ！離れてた。離れててフェードアウトしてたんだけどあいつ。何なの？死神くんのターン。よし。デスゲームが始まる。端は怖いんでじゃあ中央ら辺とか行ってみますか。ここら辺ね。じゃあ行きますよ。はい。よいしょ。意外と平気なんだね。そこだって大丈夫ですね。そこまだ安全圏だもん。端が安全圏じゃない。え、そこ攻める？下の段階。おっと。男だな。ああ。僕死ねなかったし。すげえ。あのね。お前すげえな。あのね。これなんだよ。わあダメージ食らった。すごい声出てきて。すごい声。鳥類か何かっていうか鳥類の声だったって言ってね。すごいダメージ食らうわ。どんぐらい食らうんです。あ、でもそんなに良心的なダメージ。うんうんうん。っていうかこれ普通にインテリアとしても全然いいよね。綺麗です。あ、壊せる。お、取れる。あ、そこついたね、オッケーオッケー。お、鉄のピッキルでも掘れますね。うん。あれ今掘った？あ、ちょっと熱い！ちょっと待って、ちょっと待って、その前にクロナーさんどこ行ったのね。あ、これなんか似てません？あの、獣医の時のあれに。あー、似てる。あ、しがみさん、入っちゃダメですよ。死神さん入っちゃダメ。あのさ、あの聞いていいの？このさ、すでに流れ落ちてるマグマに僕がよいしょって入って視聴者さん喜ぶか本当に。それでいいのか。いやダメ、さすが順位にこだわり持ってらっしゃる。そう、ダメですよ。あれはハプニングだったからよかったけどね。さすが順位の申し子。順位の申し子。マイクラ何年やってきた？え、あった？ん？もっと？嘘でしょ？クロナさんもしかして？返事がないんですか？ユートピアは？見つけたぞ。わ、俺らの桃源郷。桃源郷。うわー！本当にやりました。
マジかよ。本当にあったんだ。マジかよ。あー見つけた。行かないと。行った。なんで。ちょっと待って。クラーザー。